で右肩をですねもっと前出します。右肩が前、はい、前そうで2本目このぐらいほどくイメージです。男性はそのまま左軸入ると右手の角度保たれる。ギリギリまで手首の角度を、まあ、ためるか保つかしてで一気に解放するっていう考え方に対してガッとほどいておいてここで手首固めておいてそのまま引っ張り続けるイメージなんですよ。めちゃくちゃ良かったです。ドライバーは完全にド右に行きます、はい、1段目は OB から始まるような。なるほど、わかりました。右に出て右に行く感じですね。はいはいはい、はい、引っ張ってアウトに上がって、かなりアウトから来るんですね。そうですね。じゃあまず脇固定ポジション、左股関節の正面に手首がはまったの分かります？分かります。じゃあそのまま体を左右に適当に回していただくと、はい、上腕体幹が一体化するわけですね。本当だ。でそこで指先がグーパーしやすいところにで親指をここに当てると、で右肘曲げて、まあ、上腕体幹の一体感が出る。腕のまあ三角形の右側に比べヘッドがあるっていうのがまあ大事。回しやすい、小回屈しやすい、はいってなってれば別にこの肩通りじゃなくてもいいんですね。なるほど。ただその条件は満たさなきゃいけない。何が何でも好き勝手に持っていいってわけではないよ。気持ちよく持ったけど回しにくいよとかそういうのがあるんですね、はい、じゃあまず右軸っていうのが、はい、正面の遠くのものを取る、はい、ゴルフスイング風にしなくていいですよ、はいはい、そうすると今右の軸ができてるんですね、はい、溝落ちの位置と右の股関節の位置ではまりましたでしょ。あ、はい、回しやすそうな状態ですね。回しやすい状態ですね、はい、まあ、これに、まあ、こんな風に入れるとちょっとバレーボールの体勢になったり、まあ、スイミングの形とも一緒なわけですね、はいはいはい、右軸左軸っていう動きで、まあ、スイミングをしていると。だゴルフも右軸左軸の中でバックスイングフォローって感じですね。じゃあ今度左軸いってみましょうか。あ、これは今頭の重心センター軸が出てますね。でここが左軸ってことですね。でこれもゴルフのこと考えないでもう右軸左軸なんかちょっと軽くやってみましょうか、うん、軽くそう軽くもう駅のホームとか洗面台でもできるんで、でこれ今軽くやってるじゃないですか、はい、じゃあ右軸から左軸をじゃあこの溝落ちのスライドを強くやってみてください。そうそうもう一回力がこもる形感覚になるとだいぶ力のたまった形になりません？あ、はいはい、その時に前傾何度とかしなくていいんですよ。乗ってって力がこもってればそこが正解なんですね。だから軸が入って力がこもればそこが正解だ。飛ばしたいっていうコマンドが筋肉に入ってくると形がガチッと決まってくるんですよ、まあ、軽くだったら軽い体勢になりますし強くだったら強くなるんですね。なるほど。だ形だけはめてそこに力感がないとそれはダメなんですね。今のまあ脇固定と体の軸回転を合わせたものが小文字の Y、まあ、固定グリップはちょっと小文字の Y っぽい。左軸、右軸、左軸、右軸、まあ、胸から下のハーフスイングができるわけですね、はい、で右肘は曲げもっと曲げてで曲がった状態で左軸腰が入りますでしょ。パンチで言うと腰が入る、はい、だから状態だけでこんな振っちゃダメですよ。グッ、そうすると下半身って勝手に回ってくるね。お、回ってる右肘が伸びて高さが入れ替わると手が返るんですね。ここで右肘を伸ばす、入れ替える、これが押し立てるっていう動作なんですね。そうそうそう、
さあ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 、腕の右側にクラブがあれば、はい、必ずインサイドから降りるんですよ。これ今腕の三角形の正面にヘッドがあるんですね、はい、でこっちは腕の右側、だから手をインサイドから振り下ろすって思うイメージがやっぱりみんな多いんですけども、はい、手に対してのヘッドの位置が腕の右側にあるのをインサイドから下ろすっていうふうに。左の詰まりっぽいのもなんか今の見るとなくなってますね。もしもここで腕の左側にヘッドが来ちゃうと、これは詰まるんですね。はい、あ、なるほど。右側にあれば詰まらない。で、体の左側に手が来るとこれも詰まる。で、そこから肘の通り道ができて帰りがある。だから早く帰っちゃうとか、腕の正面を振るっていう体の左側に手が向かう動きってやっぱり詰まりを生んじゃうという。つり革ポジションとかジュースポジションとか言ったりしてるんですけども、はい、体の正面から、はい、気持ちよく横に広げます、はい、でそこで肩甲骨や胸側に緊張感がない場所を探すんですね。今ちなみにこれ裏側緊張感が走ってます。走ってる、はい、ここですね。はまりましたでしょうか、はいはい、ここに来るんですね。ここしか触れませんでしょう、はい、そのまま今の肘の通り道に向かって下ろすと、手首って気持ちよく右側にひねられますでしょう。でこれがもしもこっち側に来ると立っちゃうんですね、はい、で左腰に向かうっていうのはこれボールの方に手やヘッドを振り込んでくる動きなんですね、はい、クラブの原理ってまあネットで見たことあるかもしれないですけど、こういう原理で動いてるんですね。じゃあここからここ、はい、左軸入れます。そうすると大体2本目のとこ来ますでしょ、はい、そうするとここが右手の最下点ポイントなんですね。じゃあ今これ右手の最下点ポイント行きました、はい、左軸に入りましたっていうと真ん中のシャフトに重ねましたでしょ、はい、巻き固定グリップしました。左軸に入りました。そうすると一番左側と重なりましたでしょ、はい、じゃあ2ついきますね。これ巻き固定ポジション、右手の最下点ポジション、左軸入れます。おちょっと重なりましたでしょ、はいはい、こういった位置関係なんですね。なるほど。ってことはインパクトゾーンはここからここなので、右手で押すっていう形になるわけですね。3つ目のポジションですね。ここが大体の右の肘が脇腹に着地するポイントなんですけども、ってことは真ん中の右手の最下点ポイントよりもアウトサイドにグリップがあるイメージってことなんですね、はい、左軸入れます。ここってことなんですね、はい、結構前ですよね、はい、結構前です、はい、ってことはこの3本目から2本目はこれ近づきますよね、はい、近づくのはまだ下げれる余地があるからってことは、右手の下げ方まで下げると近づきましたよね、はい、これがグリップを左に引き込むっていう動きなんですね。なるほど。で右肩をですねもっと前出します。右肩を前だ、はい、でこれ右肩視点なのか首の付け根視点なのかでちょっとまた流派によって違うんですけども、はい、僕の場合だと首の付け根が視点なので、はい、これが右肩視点の考え方、今度は首の付け根視点の考え方。あ、回るんですね、はい、回ってきて出るんですね、はい、そうすると3本目にあっ入ってくる。左軸に入れながら前、そうで2本目、3本目、はい、から回り始めるってことなんですね。そうです。そうすると右腰に降りれば右にクラブは旋回するんで、さあさあ、なるほど、そうやって降りてくる。そうすると右腰横の最下点ポイントありますよね、はい、はい、そういうことか。
そう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 、振りやすい、はい、そうそうそう、右手が今つり革ポジションでしたね。左手もつり革ポジションです。右軸入れます。右軸入れます、はい、左軸に体を入れながら右手を右手の最下点ポイント、右手を今度は左手のつり革ポジションに上昇、はい、そうです。ん、まあ、真似するとじゃなくてもう、はい、そのぐらいの感じですね。そこからそう、ちょっと手抜けますよ、うん、ここそう開けるそうです。お、今のこのポジションっていうのは左手でいくとちょうどズボンのポケットに親指を入れるイメージなんですね、うん、右のズボンのポケットに入れてみましょう。左手を右のズボンのポケット、はい、でここで届かないですよね、はい、ちょっと前傾してあげると、おお、なるほど、はい、届きますでしょ。そう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 、そしたらここから左手はつり革のポジション、お、なるほど、そうです。じゃあ右手最下点入れてみましょう、はい、右手最下点ポイント、あ、左軸、はい、そうすると結構左サイドきついですよね、はい、背中、肩甲骨をちょっと丸めてみましょう、はい、そうすると届く、うん、これが体を開くななんですね。ただ肩のライン自体はこれオープンってことなんですね、はい、そこでインパクトです。なるほど、ダウンスイングで溜めるってイメージ持つ人多いんですね、だと思ってる方が多い、はい、ダウンで溜める、あ、そうですね、ダウンスイングでラグを作るになってますよね、はい、これ僕の場合逆なんですよ、ダウンスイングではほどくになります。なるほど、まあ、正確にはですね、同じ距離同じ角度なんですよ、グリップのスピードだけがここで上がるっていうだけなんですね、角度変わらないんですね、はい、でその中でグリップスピードが上がるっていう考え方なんですよ、はい、ターゲット方向に対して逆方向にちょっと放り出される感じに見えますじゃん、はい、そこに回線が入ってくると、ここからこっちにヘッドが動いてくるイメージ、ターゲットの逆にほどくような感じになるんですね、このぐらいほどくイメージです、ダウンスイング。でほどきながら右のポケット方向に最下点ポイントまで下ろすと、そのまま左軸入ると右手の角度保たれるんですね。ギリギリまで手首の角度を、まあ、溜めるか保つかして、で一気に解放するっていう考え方に対して、僕の場合だとこうガッとほどいておいて、ここで手首固めておいて、そのまま引っ張り続けるイメージなんですよ。リリースのタイミングはどうしてもここからのイメージに、まあ、みんななりがちなので、はい、この辺からほどいてる感じなんですね。この辺からほどく感じ、こう、はい、こうすると右手の角度が一気に決まりましたじゃん、はいはい、でもここで決まる、でそこに左軸を入れる、ちょっと右手の角度保たれますでしょ、はい、どうしてもなるほどギリギリまで溜めて、そこから手首を使うってイメージになりがちなんですが、左軸入れる、こぼす、そういうこと、そういう流れ、常に右手は基本軌道です。そう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 、ちゃんとインから来てますでしょ。来てます。見た目溜まってますでしょ。はい、これほどいてるんですね。キャストしてるんですよ。けど溜まってますよね、はい、で結局ほどくための予備動作として溜める動きが一瞬入るんですね。
でそれをテイクバックの後半でやっときたいんですよ。だからここからはもう、まあ、こういうボーンっていう感じで、まあ、放り出していくような感じなんで、相当右半円で、右半身で半円を描くようなほどき動作が生まれるんですね。相当右手首の角度も保てますでしょ、はい、これ今ここでほどき切って右手の角度が決まったんですね。だそのまま手首固めて振ってると、これ手首使ってないんですよ。使ってませんでしたでしょ。はい、使ってないです。使ってないですよね、はい、使ってないが振り子になるんですね。おこれもやこしいですね。やっぱり方向性を良くするためにはどっか固めどころを作っておかなきゃいけなくて、はい、インパクトゾーンでブラブラの考え方だとフェースどこ向いてるか分からなくなっちゃうんですよ。そしたら手の基本軌道と、まあ、こういった動きでしたね、はい、左軸に向かいます、はい、右手決めておいてで打ってくる、はい、さあさあ、はい、左軸に入れる、さあさあさあ、はい、この動きのイメージですね。振りやすい気がします。そう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 、思いっきり外に上げて、最初はこう、はい、こんな感じ、ちゃんと溜まってる状態ですよね、ように見えるただ溜めてはいないんですよ。めちゃくちゃ振りやすくなりました。なりました、はい、自然な体の動きといいますか、ちょっと引いて引くの引くが本当に引いちゃうとやっぱりってなっちゃうんですね、はい、まあ、これでいいんですよ。で今度体の左側に向かって今度グリップ引いていっちゃうとシャフトは立っちゃうんですね。あとは溜めるとかってイメージもシャフトを立たせる要因になっちゃうと、はい、ただ上げて、まあ、普通に下ろす、普通に下ろす、ただクラブヘッドでボールを打てばいいだけなんで、ただ右手は自然、左手は不自然、はい、これ左手にとってはちょっと辛い体勢ですね。このシャフトのポジションがだいぶ違いが分かると思うので、はい、ただ最終的にはまあこんな肩とかにはめずに気持ちのいいとこどこだっけっていう法則に沿ってれば OK と、はい、ありがとうございました。めちゃくちゃ良かったです。あ、良かった、はい。